銀行券でもいいから、それでは早く戻ってきて、ライブような情報を発信と、それから副業以外で、ご支援をどうにお願いしたいと思います。国を育て上げて、この修復、一日でも早い修復をお願いしたいと思います。私たちの精神的支柱でございますので。熊本城というのは、熊本の顔なんだろうと言われます。しっかりとしたにぎわいが戻ってくるまで全力を尽くしていきたい、全力で応援していきたいと思っております。はい、住宅が一番くできるよう、県の指導をいただきながら今続けておくことでございます。一日でも早く、一人でも多くの方々が安心して暮らせる住まいに移っていただけるように全力を尽くしていきたいと思います。私たちとしてもですね、しっかりと命を守るために万全を期していきたいと